名鉄バス名古屋中央営業所は、愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目に所在する名鉄バスの営業所。所属略号は中。元来貸切バスの営業所であり、主に貸切バス、長距離高速バスを担当しているが、名鉄バスセンターに極めて近いことから一部の機関バスや共同運行の高速バスが入庫しており、多彩なバスが止まっているのが見られる。 名古屋空港時代から空港特急バスの拠点営業所であり、中部国際空港開港時にも空港バスを運行していたが、名鉄電車空港線の利用が圧倒的で、空港バス利用客が著しく低迷しているため、管轄路線はすべて廃止、または共同運行から撤退したが、2014年からセントレアリムジンを運行している。2020年10月からは、 県営名古屋空港直行バスの運行を、市宮営業所より東営業所へ移管となったため、名古屋空港特急バスの運行が約15年ぶりに復活した。かつて、名古屋鉄道時代には、名古屋自動車営業所特急バス管理所、高速自動車営業所と称していた時期もあり、その関係で、機関バス社のバスカードの印字が即だったこともある。 また2010年3月に廃止された小牧管理所からの継承路線も担当していた。2020年には新型コロナウイルス感染拡大防止のために高速バスの多くが運休したため所属する乗務員型営業所の応援に入ることが多くなっている。いずれも名古屋を発着する路線は共同運行会社。2020年10月1日より 一の宮営業所より遺憾四本の運行。土休日は朝ラッシュの運行がない。マニカによる乗り継ぎ割引やポイントサービスは適用されるが、定期券や回数券は他の路線とは異なる独自のものであり、定期券をマニカに搭載できない。小児用の定期券や回数券は発売されていない。長距離高速バスを主体とする営業所のため、 東海大線で使用されている一般路線バス改造車と機関バス6両を除くすべての車両が観光、高速バスである。機関バス車両のうち、かつて5両はエコハイブリッドのノンステップバスであったが、2013年10月頃から、大営業所から同数の一般ノンステップバスと入れ替えられた。また、機関バス6両は全車バリアフリー対応車である。 一般路線バス改造車と多治見線用の車両は、同営業所と春日井営業所との共同運営を行っている小牧管理所に駐留しているものの、2010年3月12日をもって小牧管理所が閉鎖になることに伴い、小牧駅、カスガイ駅及び、勝川駅間の路線や多治見線や東海大線の車両管理については、春日井営業所が引き継いでおり、 都市間高速バス路線では共同運行を行っている。しかし、高速バス路線が同所と名古屋、豊田の3カ所に集約されているために、今後もカスガに車両を配置し続けるかについては未定である。一般路線バス7両とその改造車に搭載されている音声合成装置と運賃表示器はレシップのものになっている。 以前は、東営業所と名古屋営業所のしずき電気製の案内装置を採用していた。高速バス車両は大別して3種類に分かれる。中部国際空港特急バスからの撤退に伴う、空港バス車両は他営業所や、地下バスに移籍、または、廃車された。なお、近距離高速路線では、専用車として、日野、セレガを使用している。ありがとうございます。